トリックオアトリートー。 Hey Tube Way Got My Channel、 皆さんこんにちは、竹内ラファエロ清人です。さて、日に日に近づいてきましたね、ハロウィーンが。言うて世の中ハロウィン、ハロウィンってわーわー騒いでるけど、もともとハロウィンは古代ケルト人が行っていた収穫祭だからねって話はそっと置いといて、ハロウィンには誰しもが必ずぶち当たる壁があります。今年の仮装はどうするもんだ。これさっさとバシッと決めないと当日まで全然楽しめないんですよ。なので今回 YouTuber がワイワイ集まってハロウィンパーティーをするので、今年来年未来のハロウィン仮装の参考にしていただけたらとても嬉しいです。それでは VTR 開店ほどとんです。マリオとマーサと宇宙人見つけた。助けてー。これ話飛ばしてなかった。こんにちは、チャンネル名で、チャンネル名教えてください。プレーンヨーグルトです。今日は何の仮装ですか。今日はマリオです。マリオでした。はい、お隣の、お隣の緑のお姉さん。やばいやばいやばい。はい、ヤナセアビーです。アビーチャンネルです。はい、今日の格好は何の格好ですか。あマジやばい。今日の仮装は、今日の仮装は、アビーさん。はい。はい、今日の仮装は。今日の仮装は。はい。もういいよ。はい、はい、こんにちは、チャンネル教えてください。ポキの国のマネさんです。はい、今日の仮装は何ですか。ニコさんです。ニコさんでした。はい、チャンネル名お願いします。はい、チャンネル名お願いします。はい、星の国の翼です。よろしくお願いします。ポキです。マジで。今日の仮装は何ですか。じゃあトロファルガルローです。トロファルガルロー。俺もトロファルガルロー。トロファルガルロー。めっちゃ眉毛が、めっちゃ眉毛が、あらららら、リンスモークさんでした。ありがとうございます。ありがとう。冬カップラそんなしてない。こんにちは、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 はい、チャンネル名お願いします。レナツです。レナツです。はい、今日の方は何ですか。今日は花嫁、花嫁結婚式です。はい、結婚式で、はい、ありがとうございます。はい、トビキングダムです。今日の方は何ですか。ミリーちゃんとミキです。ミキさんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。はい、じゃあ、突撃取材ということで、今回は。どうぞ。はい、突撃取材。はい。マイク使ってますね。はい、はい、はい、はい。こちら、チャンネル名お願いします。チャンネル名。巻きで、チャンネル名。はい、はい。今日の仮装は、今日の仮装は、誰ですか。いらない。はい、あ、じゃあ、こっち行こう。はい、はい。雨上げ外の明るい平野です。はい、今日の仮装は何ですか。今日の仮装は何ですか。歌のお兄さん。はい、歌のお兄さん。で、オリジナル。はい、ピアノの翔太。ショマさん、今日の格好なんですか。めちゃ動きてどうですか。めちゃ決まってますよ。トリプル A の西島貴弘さん。いただきました、ありがとうございます。さあこんにちは、ちょっと突撃取材という形で、もう邪魔する形で。はい、こんにちは。はい、もう一回いいですか。もう一回チャンネル。今日のみんなの島、ハタさんです。ハタさんです。はい、今日の格好は何ですか。今度クマコラボするんでよろしくお願いします。またお邪魔します。ありがとうございます。いただきました。はい、はい、こちら。はい、ヘニングの方です。ヘニングの方です。はい、こんにちは。今日の方なんですか。ウサギです。ウサギの方です。ありがとうございます。はい、めっちゃ今日ワンポイントありますか。どっかありますか。ここが何気に腹見せんの。ありがとうございます。いただきました。よろしくお願いします。さあ、あと皆さん、取材させてください。皆さん、はい、今日の格好は何ですか。宇宙人です。チャンネル名お願いします。チャンネル名。ありがとうございます。終わりか。皆さん、ありがとうございました。ハロウィンパーティーでした。現場からは以上です。よろしくお願いします。竹内ラファエロ清人でした。いかがでしたでしょうか。皆さん個性的な仮装に飛び込み撮影のご協力いただき本当にありがとうございました。それでですね、ハロウィンとは全く関係ないんですけども、ニーナさんから CD いただいたんですよ。皆さんこんにちは、ニーナセルカです。のニーナさん、あの宇宙人のお姉さんね。すごいよね、 CD 出すって。なかなか出そうと思って出せるもんじゃないから。
ファーストアルバム幻惑ドリームランド入ってる曲がですね、オンディーヌと夢の中、心躍るいけない遊びが日に日に増し増し、そしてパンドラのおもちゃ箱。今日はね、いい CD コンパクトディスクというのをね、パンドラの箱をねちょっと開けちゃうから、まさに幻惑のドリームランド都市伝説出ちゃった。富士急ハイランド、東京ディズニーランド、そして幻惑ドリームランド、皆さんよろしくお願いいたします。みなさんのね、チャンネルからも曲を聴くことができるので、気になる方は下の概要欄からレッツゴー。ニーナセルカです。さて本題なんですけども、今回はラファエロの独断と偏見でですね、ハロウィンパーティーの仮装大賞をドーンと決めさせていただきます。はい、やる第1位はデケ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 デン、ほうきの国の翼さんとホークさん、お二人のロート三次を同率1位とさせていただきます。おめでとうございます。別に賞金が出るとかじゃないんだけどね。理由としてはですね、完全に指摘感情なんですけども、個人的にロート三次がめっちゃ好きなんですよ。ロードスマートさと三条騎士が本当に好き。お世辞抜きに冗談なしにワンピースの中ではロート三次が一番好きなんですよ。自分の中で海賊界のツートップで、その二人がハロウィンパーティーに参加してるちょっとゾクゾクっと感動しましたね。もうドンピシャ、自分の好みに合わせてくれたんですかぐらいの気持ちだったんですが、本当に偶然です。たまたまそんな奇跡と自分の心をサクッと射止められてしまったんで、今回はほうきの国さんを大賞に選ばせていただきました。ワノ国でカイドウとバチバチ戦っている忙しい中、お会いできて光栄でした。これからもよろしくお願いいたします。今回ハロウィンパーティーに参加して思ったのが、仮装はその格好って誰しもが思う親しみのあるキャラクターか、なんじゃその格好はって思う、グンと突き抜けたオリジナルで、この極端な2つが記憶に残るなという印象でした。ぜひ今回の YouTuber の衣装を参考に、皆さんも各々のハロウィンを楽しんでいただければとても嬉しいです。よろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回のプレゼンテーションの時間にお会いしましょう。ごきげんよう。なんでだろう不思議。それと最後にもう一つ、普段とは違う格好をして自らリミットをバカッと外しガンガン自己主張する、通称ハロウィン。承認欲求なのかそれとも自己実現欲求なのか、ハロウィンは想像力を働かせる最高のイベントです。誰が何と言おうとね。